本日のゲームはエスタディオ・デル・マルタンガルで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが清水、画面右側がジェフ、乾、中村、山原、中村と、どうしたんでしょう。さあ、一気にカウンター。高木、スペースへ抜けてくる、抜けた勝負のシーン。まあ、両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。横山、スルーパス、いけるか、抜いた、権田のセーブ、これはよく止めました。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。清水、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。これはいいディフェンス。これ仕掛けるか、仕掛けるタイミングを図る小林。お、いい形じゃないですか。上げる、ドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。惜しかったですね。はい、クロス良かったですよね。あのタイミングだとディフェンスも難しいですよね。山原、下詰め、田口、カットに行きます。日高、佐々木、メンデス、高橋、横山、さあ右へ預けて宮本、このディフェンス、これはファールではなかったようです。パスでつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う、いいボールだ。あ、いい展開ですね。どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応。インターセプトを狙う、前線にボールを送ります。原、このボールに触ります。北詰め、さあ北川、中村、横山、小林。本日のゲームはエスタディオ・デル・マルタンガルで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが清水、画面右側がジェフ、乾、中村、山原、中村と、どうしたんでしょう。さあ、一気にカウンター。高木、スペースへ抜けてくる、抜けた勝負のシーン。まあ、両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。横山、スルーパス、いけるか、抜いた、権田のセーブ、これはよく止めました。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。清水、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。これはいいディフェンス。これ仕掛けるか、仕掛けるタイミングを図る小林。お、いい形じゃないですか。上げる、ドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。惜しかったですね。はい、クロス良かったですよね。あのタイミングだとディフェンスも難しいですよね。山原、下詰め、田口、カットに行きます。日高、佐々木、メンデス、高橋、
横山、さあ右へ預けて宮本、このディフェンス、これはファールではなかったようです。パスでつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う、いいボールだ。あ、いい展開ですね。どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応。インターセプトを狙う、前線にボールを送ります。原、このボールに触ります。北爪、さあ北川、中村、横山、小林。本日のゲームはエスタディオ・デル・マルタンガルで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが清水、画面右側がジェフ、乾、中村、山原、中村と、どうしたんでしょう。さあ一気にカウンター、高木、スペースへ抜けてくる、抜けた勝負のシーン。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。横山、スルーパス、いけるか、抜いた、権田のセーブ、これはよく止めました。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。清水、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。これはいいディフェンス。これ仕掛けるか、仕掛けるタイミングを図る小林。お、いい形じゃないですか。上げる、ドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。惜しかったですね。はい、クロス良かったですよね。あのタイミングだとディフェンスも難しいですよね。山原、下詰め、田口、カットに行きます。日高、佐々木、メンデス、高橋、横山、さあ右へ預けて宮本、このディフェンス、これはファールではなかったようです。パスでつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う、いいボールだ。あ、いい展開ですね。どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応。インターセプトを狙う、前線にボールを送ります。原、このボールに触ります。下詰め、さあ北川、中村、横山、小林。